花子とアン、第一週花子と呼んでくれよう。あらすじ。1945年4月15日、夜の東京、大森に米軍の戦闘機が襲来。空襲警報が鳴り響く中、当時52歳の村岡花子は、後に赤毛のアンのタイトルで観光することになる英語の原書アンね、オブグリーンガルブズを抱えて戦火から避難していました。 1900年冬の山梨甲府。貧しい農家に生まれた7歳になる安藤花は、父の吉平から送られた絵本に夢中に。しかし、花は文字を読めません。そんな娘を気の毒に思った吉平は、花を尋常小学校に通わせると、瞬く間に文字を覚えちちは、娘の才能に気づきます。ある日、熱病に侵され、 自生の歌を読む花を見て吉平は娘を振動と確信。娘の才能を開花させるべく東京の女学校に入学させようと画策します。しかしその女学校は家族や富裕な家柄の霊場が通う学校。育ちの違いは花を苦しませるという助言で話は立ち消えに。1903年花は10歳。 母の藤は、花が女学校に強い憧れを持っていたことを指していました。ある日、花の本への深い愛情を知った藤は、娘を女学校に通わせようと決心。その年の秋、花は愛する家族に涙の別れを告げ、一人東京に旅立つのでした。第一週では、村岡花子が貧しい成果で、 過ごした幼少期が描かれますが、貧しい暮らしの中、空想の世界で自由に遊ぶ花の描写があるようで、鳥と一緒に飛び立って富士山を見下ろしたり、非現実的で楽しい場面が物語を明るくしてくれそうで楽しみです。そんなワクワクするような空想にふける第一集では、 ヒロインの遺伝の元となっているみたいな浮世離れしたキャラのヒロインの父吉平さんが、娘はもしかして振動ではないかと期待。貧しい小作能でありながら、家族の子女が通う女学校に通わせようというあり得ない夢を持ちます。しかし、村の地主の徳丸さんという愛すべき悪巻がおざくりょうの引き上げを要求。ただでさえ、貧しい花の成果は、 困窮の極みに、父の女学校プロジェクトで、実は内心乗り気になっていた花ですが、家の懐具合の苦しさを知って、地主の徳丸さんに方向先の世話を依頼。面倒見が良いという一面を持つ徳丸さん、花の頼みに早速方向先を見つけてくるのですが、何かの手違いで、その方向先が欲しがっていたのは、力仕事ができる男の子。 女の子はいらないと言い出します。赤毛の案の某頭に通じるものがありますね。さて、この手違いではなの兄の吉太郎が自分が行くずらと挙手。その兄の3年間の年季明けの頃、母の藤が花に好きなことをさせてやりたい。女学校に通わせてやりたいと決心。花の女学校通に癌だった罠の祖父修造を解き伏せ。 女学校行きが決定します。第一週最後の回となる第六回で、花は東京の女学校に向け家族や幼なじみに見送られながら、故郷の候補を旅立ちます。この一周で家族愛や仲間たちとの心の絆をしっかり描ききれれば、第六回は涙の別れ、号泣会になり、そうですね。